TMTV 田中実です、青木さんが帰ってきました。どんな塩梅ですかね。いやー、さすがシフトオタクの会社が作った車オタクって感じですかあのね、はい、まだあまり出たばっかりの車なんですけど、はいはい、いきなりゴール地点に近いところにも落とし込んであるのかなと。ありがとうございます、はい。あんまり褒めるとあれかもしれないですけど、はい、ただ本当にそう足もこう、はい、地面を張り付くような、はい、フィーリング、こうアンジュレーションがあるところを飛ばしていっても、はい、ストンとなくならないんで、すごいその辺安心感がありますね。だから多分サーキット走ってても、はい、そういう安心感という部分ではかなり、他乗った車よりはありました。ありがとうございます、はい。エンジン、まあ、エキゾーストと ECU がちょこっとやってあるんですが、はい、そのあたりっていうのはどんな塩梅ですか。パワー的には、はい、踏み出しのトルクがちょっと出てるかなと、はい、あとはまあノーマルぐらいなんですけ ど、まあ、一番交換高かったのエンジンでいうと、排気音、はい、NA っぽい音がしてるんで、はい、だから、まあ、下級機この肩からついたんですけども、はい、アクセルをバーンって踏んでってた時に、はい、NA のこう吹き上がりの感じがやっぱり、してるのが結構交換高かったですね、はい。あとあの田中大のお気に入りのこのこちらのシフトはいかがでございましたですかね。カバーつけましょうよ。カバーですか。これ見えすぎ。あ、これは営業用にわざと開けて見せてやる。違うんです、その時間がなかったので何もできなかったんですはい、まあそれを置いといて、かなりあのシフトの剛性感が高いので、はい、こう分かるように持ってもグラグラしないですね、はいはい。なので、シフトフィールが本当レーシングカーのドグミッションのエッジパターンが本当こんな感じです。なるほど、はい。なのでレーシーない、もう見た目もレーシーですけどカバーをついてないけど、ね、はい、カバーついてないですけど、はい、見た目もレーシーだし、まあ、この辺のパーツなんかももろレーシングパーツ、はい、全部レーシングパーツで構成されてるんで、走った感じ もうノーマルとはもう全く違います。はい、なのでこれはね、まあ多分好みがあると思うので、はいはい、できればこれを購入される方は、まあ一回触ってみるといいかもしれない。なるほど、まあ、多分気に入ると思いますけど、はい、これは結構あのかなり変化がありました。ありがとうございました。以上、青木選手のインプレッションでした。はい。